飛んだ。よし、素晴らしい。依然余裕がありそうです。さあ来たぜ、運命のサードステージプロペラ運転。プロペラ運転。歴代の武田たちは全員ここで散っていった。任せろ。次は相変わらず一定のリズムで回転しております。3機のプロペラ運転。自分の筋肉、自分の筋力を浪費してはいけない。まさしく肉体のみで勝負していかなくてはならない。無理か、無理やな。あ、いけたんか。今いけるんかよ、このタイミングで。腕に負担がかかって。いやでもこれでちょうどちゃうか。これでちょうどやな、多分これな。オッケー。自分の筋力を浪費してはいけない。この間が嫌だ。無駄な動きはできない。二つ目。よし。ありません、ここの当たり。これはちょっとあっちが早いから。これ練習とほぼ同じちゃうか。タイミングの勝負だ。ここの当たりは己のこの体重、筋肉の重さというものが災いしてしまったんでありましょうか。もう一回かな。これぐらいかな。このタイミングはどう。よし。さすがであります。無駄がありません。よっしゃー、いったいった、過去最高の記録や。サードステージアームバイク。これ知らん。やり方じゃ。スピードを入れると進み始める。はい、適正エリアに。これを維持して前に。あれか、ランニングのやつか。腕力がないとクリアすることは難しい。むずいやつやんけ。できるか。やるしかない。ここからがアームバイクであります。なんとか足をゴールに乗せたいところであります。レバーを手にいたします。逆自転車だ。一巻き一巻きするたびに自分の肉体が進んでいきます。ものすごい労働力だ。やばい、クソむずい。あいな力で持っていきます。巻いていく巻いていく。まだまだ腕力は残っているようであります。疲れを知りません。中空を漕いでいる、中空を漕いでいる。なんか見ているだけ。あ、よかった。クソむずいやんけこれ。やば。サードステージクリフ。クリフハンガー。し。そしてクリフハンガーにやってまいりました。なんと。大丈夫か武田。腕の筋肉は。わずかの突起の部分、ここに指先を合わせていきます。これも見ているだけでイジイジしてくる。指先のみ、指先のみ、横に張っていくような。うるさいな、古たち。さあ、感覚が開いている。かなりの幅があります。そして全体重が指先にかかってくる。これは苦しそうだ、中盤。悶絶の横歩きだ。しかしながら横に移動する。さあ、一気に行きたいところ、一気に行きたいところ。横に移動していく。間の感覚、間の感覚、エアポケットだ。わずかなバミューダトライアングルか。まさに腕利きの忍者か。さあ、狙っているその本丸が近づいてくるか。さあ、横に移動していく。一体何を支えにして突き進んでいくのか。しゃあ、いった。まさに怪物としか言いようがありません。やばい、でも腕が。腕力は厳しくなった。サードステージ、パイプ。大丈夫か、これ。最後や、ここを超えれば。し。さあ、いよいよパイプスライダーであります。ここはチャレンジャーの見せ所。真骨頂であるだけに、それと正比例してプレッシャーもかかってくる。あと1分後、ほぼ1分後あたりには、池の中にいる自分がいるのか、それとも、あの真紅のステージに立っている自分がいるのか。嫌な音が伝わってくる。己の中で何かが死んでいる。さあ、完全にレールに対して直角に行かなくてはいけない。自分の反動、自分の体が反動になっていく。小刻みに刻んでいきました。ここいらあたりでちょっとペースが落ちてきたか。燃料が残り半分を切ったところでありましょうか。さあ、擦れたような音。己の脳内からのその指令と言うことを聞かない筋肉細胞、これがきしんで中間地点。しゃ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 。ここで一旦休息であります。45度角度。しっかり行こう。このバーを伝いまして、次なるまたバーへと移行しなくてはなりません。あとは精神力か。酸素をいっぱい吸い込んで、少しでも酸素を筋肉に送り込んで、乳酸値を蹴散らしたいところでありましょう。意を決する時がやってまいりました。残りあと半分だ。ここは自分の体重が命取りになります。このパワーはどうした男の意地。なんとかバーを伝わって一人大ハード状態。運んでいく、運んでいく。いけそうだ、いけそうだ。栄光へ向かって突き進むか。左右のバランスを気にします。まっすぐまっすぐ、パイプを伝わっていかなくてはいけません。さあ、運んでいく、運んでいく。
自分の体を運んでいく、まさに一人運送。頑張れ己の脳武田、この司令と言うことを聞かない筋肉細胞。武田頑張れ、あーっているだけで腕が痛いよ。さあその腕の痛い、ぐっと曲げて、腕が痛いないようにして着地したいところであります。自分の体を運んでいく、うがーセカンドステージとクリアしてまいりましたが、サードステージで力尽きてしまった。スタミナがなかった。逃げろ。逃げてた。そう。まあそうかっか、誰やねんこいつ。おい、あいつ社長ちゃうかったんかよ。お前のせいでな。お前がいっぱい働かせるからな、能力足りんかってんぞ、ボケー。あ、社長これから君には海外という新たな土地で頑張ってもらわないとならんのだからね。はは。せっかくの海外勤務なんだから、もっと喜びなさい。出世の道は約束されてるようなものだよ。は、はい。これからも我が社のためにしっかり働いてくれたまえ。はあ、海外か。本当はもっと晴れ晴れした気分で行きたかったのにな。何贅沢言ってるんだ先輩、海外勤務なんでできることなら僕が行きたいぐらいだよ。すいません。何謝ってるんだ、ほらビジネスマンらしくもっと胸を張って。はい、僕も日本から君の成功を願ってるからね。いい先輩もらって俺は幸せだな。おい武田、あ、テル、残念な結果だけど、まあ気を落とすな。これから第二の人生が待ってるんだからな。あ、分かってる。環境が変わると体調崩しやすいから気をつけるんだぞ。ありがとう。それじゃあ元気で頑張れよ。南極支店ガーン。にゃねん、この会社。このエンディングやめてくれ。なあ、俺あと何年このエンディング見たわ、気、済むの。この絶望してる、光沢のあるマネキンが絶望してるエンディング。そう、最後ミスった。あこまで行ったのに。筋肉がピンクに見えてもう焦っちゃったな。一旦押してもうた、長く。くそー。でも山田さんと同じところには立てたな。山田さんもあそこで失敗してたからな。やっぱサードステージの、あ、バッド級サラリーマン、29位。なんやねんこれ。